2019年1月の24日、夕方の4時です。6月の23日にステゴロ3という格闘技のイベント第1試合ボクシングルールで出ます。そのためのトレーニングです。今日は、19回目のロードワーク、いつも通り毎日走ってます。5キロ走ります。走ってる間、5キロ走ってる間に飛んだ花火の数だけ最後にダッシュ、やるんで、もしよかったらお気持ち、花火いただけると嬉しいです。それじゃあ今日もトレーニング頑張ります。行きましょう。聞こえる？うんとね、10分から走り始めるから11分になったら1分経過、2分経過って1分経過、2分経過、3分経過って感じでお願いします。1分おきだとありがたい。でも大変だよ、タイムキーパー。だからみんなで誰か交代してとか誰かやってとか。ルシスアットマック BF1CP753 聞こえる。まあなんかみんな、なんか複数人やってくれると嬉しいんだけど、誰か一人がやったらみんなだロムっちゃうんだよね。みんなに書いてほしいんだけど、俺としては。モイモイさん、ボンハヨ。よいしょ。ミースケさん、今日もファイト。今日もファイト、ありがとう。よいしょ。いきますか。ファイト。もう足の皮がずるむけになって硬くなって皮がむけなくなったね。豆の跡があるだけで水ぶくれはなくなった。よいしょ、行こう。おいおいさん、モチベーションはどう？モチベーションは低いよ走りたくないってずっと言ってるよ。モチベーションは激低いよ。高かった時なんかないよ。まあ30分切るタイム、できれば28分台出したらかっこいいかな。28分台がベストタイムかな。28分30秒かな。あとは28分40秒29分とかが多いから、まあ信号に左右されちゃうからね。いや今日寒いな。もう信号が変わる、信号が変わるのを超えるスピードで走るしかないから。寒い今日。まあ信号次第かな。信号込みのタイムだから信号が結構多いのね。いや今日寒いし風強いから、あのね、あとね、風に左右される。信号ない道ないの？いやもうルート変えたくない。坂道なんだよ、しかもあの結構緩急、坂、高低差がある。だから普通のね、多分道よりもね、多分ハードル高い道選択してんだよね。もう統一するわ。下手に道変えるとテンション変わるし。うわ寒い今日、やべえな。じゃあ相変わらずのね、10分から走り始めます。6分間ストレッチ。よいしょ。あーやっぱ10キロ走ったから筋肉痛ひどいわ。今日はタイムどうかな。寒い。早くね、春が来ないかな。早く春が来ないかな。寒い中走るか。あ、いいね。そういうのいいね。飯はうまいかな。本当にそれだよ。
飯が楽しみ。あ、でも筋肉痛そこまでひどくないかな。おいおい、3個目炊いた。米はね、昨日炊いた分があるから。麦飯の麦買わねえとな。シャカとペコのご飯も買おう、後で。ビースケさん、28分切ったらいい肉送るよ。マジで28分を切んの？マジで言ってんの？頑張ろうかな。今日風強いのにな、寒いし。いけるかな？マジで？28分切ったら。おいおい、3目が変わった、わらわら。肉、マジで？ビースケさん、マジで？マジで？飛ばすか。ビースケさん、いい和牛送るわ。マジで？マジで？おいおい、3、さすがミージョ。ミースケ、マジで切れるかな。28分切るハードルの高さよく分かってる。糖尿ははっきり言って治ったね、うん、運動しまくってるのと、もう糖分、あ、スイーツ全然食べてなくて、この前のりことデニーズ行った時にパフェ頼んだら食べれなかった。ステーキ食った後パフェ食ったら半分残しちゃったもん。和田さん、さあ頑張って、うん、頑張ります。え、マジでいい肉送ってくれんの？28分、トライするわ。じゃあ絶対送ってよ。28分だよ。いや、マジでテンション上がった。28分、要は27分59秒で OK。 今日はじゃあ28分ジャストの場合はどうなの？28分切ったらだから27分だよ。27分59秒ね。あー、頑張ろう。いや、昨日マジで肉ダメダメ。28分はダメ、27分59秒は OK。 いや、もう今日飛ばすわ、マジで。いい肉、28分切ったらいい肉を見つけ、今日は共産みーすけさんがベストタイム出したらいい肉プレゼント企画です。はい、今日はあの明日ダメになってもいいから、ちょっとハードめにやります。あと2分後、いけるかな。肉、いや、和牛めちゃくちゃうまいかんな。頑張ろう。よっしゃ。昨日とろけるほどうまかったもんな。スーパーの肉だったのに、薄いステーキだったけど、分厚いので和牛食ってみてえよな、サーロインステーキ。こんな分厚い肉で、のんちゃんが家に来るぞそれ。肉だーっつって。あと1分、ありがとう。のりこがね、うまいものの時はのりこ来るからね。よっしゃ、あと1分。飛ばすぞ今日は。昨日10キロ走った後の日に。ビースケさん、じゃあ2人前で。いや、1人前でもいいよ、全然。のりこと半分こで、そんな贅沢しなくていいから。いや、いい。わだっちも焼肉おごってよ、うまい肉。たっけえやつ。わだっち金持ちとかね。肉おごれ。わだっち肉おごれ。わだっち肉おごれ。よっしゃ、行くぞ。飛ばすぞ、今日は。10秒前。やった。わだち肉ね。5、4、3。ロブセン君さん、ロードワークで5キロ以上やらないとあんまり意味ないよ。
すごい。やばい。信号。2238
ありがとうございます。今東中の
お願いします。ハーフです。やばい。太もも硬い。タイムください。
今何分？中野東側東側東側ネガティブなのやめて、バッドな言葉いらない。今今何分？
雪が釣りそう。オッケー。ゴール。最高記録27分、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日のタイムは27分。ジャストタイムキーパーをやってくれたのはマウイワウイさんとアーロンさんでした。マウイワウイさんとアーロンさん、ありがとうございました。最高記録出ました。超きつかったっす。昨日10キロの音、風がめちゃめちゃ強くて、もうマジで何度も足がプルプル震えてやばかったっすね。あと花火をくれた、和田地さんの中山健太さん、今からパンさんのダッシュ2本いきます。ありがとうございます。いや今日はきつかった。今日はマジできつい。信号待ち込み坂道だからね、これ。わかる？奥見えないでしょ。すげえ高低差激しいの。いやこれね、多分トラックだったら25分台だと思うよ。トラックだったら25分台だと思う。お疲れ様です。ありがとう、マウイワウイとアーロンさん、タイムキーパー助かった。やーべえ、絶対筋肉痛だこれ。やーべえ。中山県に山景色の流れがいつもより。いや、前半が追い風だったんで相当強い風だったんですよ。だから思いっきり走って、後半きつかった。もう太ももがピクピク言って足が上がんなくて、中山きんに君が手触れないから足上げてこうっていうのすげえ助かった。ああいうの走ってる時にもうダメだとか遅いよとか言われると一気に萎えるの、足が止まるんだけど、そういう時に頑張れとかピッチ上げようとか呼吸整えてとか、和田さんのね、マウアウイのピッチ上げてこうとか、きんに君のピッチ上げてこうねとか、すげえ助かる。ああいうの、いや体力上がってるっていうかベストだもん今日。いや足プルプル。いや結構ね、アンチコメじゃないけど、スポーツやってる時にさ、いや、やつ飛ばさないじゃん、みんな応援してる人とか。すげえね、やっぱ耳に入ってくるから足が止まるんだよね。メンタルでこじ開けてるから。いや今日やばい。で、みーすけがね、約束の和牛をおごってくれるって言ったんで、これはみーすけと一緒に作ったタイムだからね。きつかった。多分ね、昨日10キロ走ってなければね、もうちょっとだけ気持ち楽だったんだろうけど、よく見ましたね。ダッシュは行くよ。ここで やらないと効果が出ないから、ダッシュはやる。ただ明日ね、多分ね30分どころか歩けないぐらいになると思う。それくらい追い込んだ。まあたまにはいいんだろうね。明日多分33分とか32分とかになりそうな気がする。太ももがやばい。この後ダッシュ2本だから絶対ぶっ壊れるこれ。
まあでも壊して治るときに強くなるから。中山県に分散みーすけありがとうね。みーすけのみーすけの肉が俺の最高タイムを叩き出した。いやきつかった。ダッシュで疲労抜く。そうだね、あのチキンと側近だからダッシュはここ。いつも走ってんの こんな下り坂、平行にするとこんな感じ。いや肉が欲しいっていうか肉も食いたかったけど、やっぱ目標ができたのがでかかったかな。今日これ出そうよって言ってくれたのが、だから答えたくなるじゃん。この坂をいつも駆け上がってきてんの。平行にするとこんな感じで結構きついよこの坂。ここがオープニングのいつも走ってるところ。ここだとあのなんだろう、人通りが道幅が歩道が広いから人にぶつからないし、ダッシュかましても坂道だし、あと横から車が飛んでくることがないからここしかないんだよね、あの坂道ダッシュやるとしたら。よかった。ちょっとあのスタンド持ってくるわ。スタンド持ってくるのもったいないよね。もう携帯持ったままダッシュでいい。坂道ダッシュは定点なの？いつも定点で機材を家に取りに行ってんだけど、今日2本だから手持ちで走っていい。手持ちでダッシュでもいい。中山筋肉さん、うん、ストレッチやります。筋肉さん、ストレッチ。肉離れはね、一回も起こしたことがないから多分大丈夫だと思うんだけど、痙攣がすごいですね。ピク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 って今で、絶対明日ボロボロになる。ちょっと2本だから、うん、手持ちでやろうか。あ、昨日の小学生だ昨日のキッズ、ヒカキンキッズがいる。こんにちは。この美容室ね、3回ぐらい行った。すごくいい店長さん、今オーナーさん。じゃあダッシュ行きます。手持ちで今日はごめんなさい。距離的にはこんな感じです。ね、向こうの傘があるところがハーフぐらいで、ちょっと見えないかな、奥の方まで走りますね。傘の奥まで走ります。だいたい多分ね、35メーターぐらいだと思う。50メーターあるかな。35から40ぐらいかな。50メーターあるかちょっとわかんないですね。最近走ってないんで、50メーター走とか。じゃあ、和田地さんと、中山筋肉さんからいただいた花火ダッシュ2本分今日は行きます。行きます。よーい。全速。きつい。いや本当は定点でやりたいんだけど、筋肉じゃないか、中山筋肉、筋肉さん、筋肉、中山筋肉さん。じゃあもう一本行きます。これって Wi-Fi 電波通ってんの ？Wi-Fi 電波通ってる。行くよ。人がいないの確認していきます。今日の練習終了です。ありがとうございました。お疲れ様です。都庁が西焼けでかっこいい。すげえ西日でかっこいい。ご飯です。
ダッシュが一番効くんだよな。中山筋肉さん、僕が飲んでるプロテイン送ります。なるほど、おいおいさん、手持ちの角角やばいわ。マジでプロテイン送ってくれんすか。ありがとうございます。あの、僕のツイッターに住所書いてあるんで、それ届きます。僕のツイッターのプロフィールに住所が書いてあって、で、ワト監督で届くんで、よろしくお願いします。あと筋肉さんにお願いがあるのが、マグマスパゲッティも送ってもらいたいですね。あの、僕大好きなんで、マグマスパゲッティ、アラビキ団の頃からずっとあのマグマスパゲッティ大好きなんで、ヤマワングランプリとアラビキ団でずっとあのネタはやばいと思ってるんで、ダーン。あとボンゾビの CD も送ってもらいたいですね。ボンゾビの CD とマグマスパゲッティと粉チーズとプロテイン送ってもらいたいですね。マグマスパゲッティ、みんな知ってる？マグマスパゲッティ。俺マグマスパゲッティマジで大好きだからな。アメリカ留学から帰ってきた筋肉のマグマスパゲッティ。あれもう最高だよねあれ。おいおいさん、アーノルド・シュワルツェネッガーの教本。中山筋肉さん、アメリカで武者修行してました。なのでね、あのマグマスパゲッティ知らない人検索した方がいいよ。マグマスパゲッティはマジで面白いから、あれはやばい。あ、やべえやべえやべえ、足がやばい。中山筋肉さん、僕の全盛期です。あれ超面白い。デンデンデレテテンテンデンデン。いやー、やばいな、今日のトレーニング超きつい。マジでプルプルくんだわ。中山筋肉さん、松本さん爆笑してました。あれ笑うでしょ。あんなもん笑う。浜ちゃんが突っ込んでたからね。ないやねん。おいおいさん、お疲れ。お疲れ。あれは誰でも笑うよ、あんなの。あれはずるい。こっからがマグマなんです。砂川庄司のあれも面白いんだよな。庄司ドンハムハルの荒引き団も最高に面白いんだよ。なんか今回微妙だったけど、去年のやつは3作目まですげえ面白かった。っていうか中山筋肉そそじゃねえかよ。中山筋肉さん、今走ってて今気づかなかったわ。今気づいたわ。そそじゃねえかよ。お前か。めちゃめちゃ腹減ってるよ。お前かよ。調子飲んだよ。ビースケさん、WWWWW。頭クラクラしてて気がつかなかった。お前かよ。おいおいさん、今かよ M。今気づいた。え、みんな気づいてたの？そうそうじゃねえかよ。きつい。疲れた。じゃあ、ツイキャスかな？こっから先はツイキャスで、ワドクッキングサイコロステーキ枠だね。サイコロステーキ。てか、釈迦のさ、ご飯買いに行くから、買い物&クッキングだね、今日はツイキャスで。買い物&クッキング。マジできつい。っていうか、あの、なんか、リスナーさん結構運動してない人勘違いしてるけど、明日も27分で走れると思わないでね。これね、あの、運動やってない人あるあるなんだけど、一回出せたタイムは次もできるの当たり前だろうと思うかもしれないけど、負荷をかけてるから次の日は出ないからね、このタイム。あの、ゆっくりゆっくり積み重ねて、1ヶ月後とかに27分常時出せるとかはわかるけど、
結構無茶振りしてくる人がいて、なんか、今日30分切るの？みたいな。毎回本気で走ってるから、俺は。そう。結構ね、なんかね、そういう、なんか見えないプレッシャーみたいなの感じるし、なんか、前回行けたならいけるっしょとか、その日のコンディションとかあるから。毎回真面目にやってるんだよ。うわぁ、怖い。来た。来たよ。来たこれ。中山筋肉さんわら。うわぁ、来た。怖い。奥に詰め込もう。来てる。これが来てるってことは、あの、個人事業の人とか来てる？出してるってことだからね。ちなみに。あの、個人事業の人ならわかると思うけど、あれが家に届いてるってことは、開業届出してるってことだから。中山金にくんさんイエローカード入ってるかな？イエローカード入ってないわ。追徴課税おっかねえ。3万円プラスとかだろうな。追徴課税って何倍払うんだっけ？前回の。多分10万ぐらいだから、前回の納税分が。何割だっけ？追徴って。じゃあ皆さん、ちょっと休憩したらツイキャス開くんで、ツイキャス待機でお願いします。中山きんに君と和田地さんから花火もらったのと、みーすけがご褒美くれたのと、今日のタイムキーパーはアーロンさんとマウイワウイでした。皆さんお疲れ様です。ちょっと次は休憩してからです。お疲れ。